今から自作ゲーミングパソコン作れます。皆さんよろしくね。今回使うパソコンの部品はこちらです。 CPU はインテルの i5。 メモリはよくわからないのでいっぱい買ってみました。楽しみだな。これで私もゲームができる。パソコンの入れ物はちっちゃい鉄くす。電源は大きい方がいいかなと思って線ワットにしました。では組み立てをしていきますね。組み立ては早送りにしますね。不器用でごめんなさい。部品がいっぱいついててかっこいいですね。CPU を冷やす部品も光らせたかったので LED がついてるものにしました。光るとゲーミングぽくていいですよね。マザーボードに CPU を取り付けます。怖いな。取り付けができました。CPU クーラーの土台を取り付けていきます。CPU グリスを塗ってファンを取り付けていきます。グリスを塗るのって難しいですよね。くどくてネバネバしててちょっと気持ち悪いです。でもこれは重要な作業なので慎重に塗っていきます。さあ、パンを取り付けていきます。パンの端っこで指を切らないように注意しましょうね。ここで一つ気づいたことが。今回 CPU に前挿そうと思っていたのですが、挿したい場所の PCA が1例しかないことに気づいてしまいました。当然2枚挿したいので小さいケースを諦めて違うケースを使おうと思います。こいつからケースをもぎ取ろうと思います。古い内蔵をすべて取り外したので組み立てていきます。いやー、まさか PCI のスロットの連数が1しかないって気づかなかったですね。勉強不足です。
合わなかったケースも古い内臓を移植して復活させないと。もっと調べるべきでした。皆さんはマザーボードとケースってどうやって選んでるんですかね。次はコネクタ周りを取り付けていきます。間違えないように注意しないと。マザーボードのフロントパネルの見なさい。メーカーによってバラバラですよね。統一してほしいな。どこに何をつないでいいかわからないですよね。 SSD は手持ちのユニオンメモリー製の1テラバイトを使います。ユニオンメモリーってどこの国の会社なんだろう。まあ大丈夫でしょう。多分だよね。電流取り付け忘れていたので取り付けます。セオアットワイヤが揺れていけるはずですよね。多分配線もなんとなく綺麗にしていきます。マザーボードに電源ケーブルを差します。このケーブルすっごく硬いですよね。裏配線はもう少し綺麗にしていきます。テストしましょう。電源オン。あれ、画面出ない。もう少し待ってみましょう。いや、指導してよかった。無事、ソリティアもできるゲーミングパソコンですね。パソコンも無事起動したところで GPU でヒューに届きました。さあ開封していきましょう。今回は安くてリーズナブルな GPU が欲しかったので eBay で注文しました。さて開封していきますね。楽しみだな。梱包を開く際は手などを切らないように注意しましょうね。さあ注文したものはちゃんと入ってるかな。Thank you.
じゃじゃーん。今回ゲーミングパソコンに取り付ける GPU です。その名も AMD インスティンクト MI100 です。よくあるゲーミング GPU です。もう一箱あるので開封していきます。2台になったのでゲームも2倍速くなるはずですよね。では早速取り付けていきましょう。取り付け完了しました。なんか強そうですよね。とりあえず冷却さんを適当につけて動作テストします。ロックムからもしっかり認識できてますね。いっぱいゲームできますね。あとこの GPU は冷却ファンがなぜかついていないので、ファンを取り付けるために工夫をしていきます。この暑い時期を振るパワーで使いたいのでファンロフトを作っていきます。具体的には1つの12センチファンを使って GPU2 台の冷却が行えるようにダクトを作ります。製造は 3D プリンターを使って行います。12時間くらいでできそうです。コンダクトは完成しました。3回くらい形状変更で作り直ししました。本人は XPG の高速ファンを使いました。ファン付きダクトを GPU に取り付けていきます。同じファンをもう一つ買って取り付けてみました。立派用パソコンファンだと冷えなかったのでサーバー用のファンを準備しました。これなら冷えそうです。どう頑張っても2台目の CPU が動かないので理由を検索していきます。なんとチップセットから出ている PCI Expressはアトミックスに対応していないので使えない。マジか。はい、ということで ROG ストリックスの X570 が届きました。どうやら2台動かすには
CPU から PCI エクスプレスの直結ラインが2個必要だということなので SLI 対応をマザーにしました。 CPU は Aizen の 3950X を使います。CPU で変更になったので冷却ファンも買い直しました。では組み立てていきます。まさかマザーボード CPU 交換になるとは思いませんでした。もっと調べてから買うべきでしたね。ロッカムの情報は本当に少なくて苦労しました。情報などがありましたらコメントなどをぜひいただきたいです。あとライゼンは画面表示機能がないので GPU を追加で1台購入しました。多分ソリキアは快適にできると思います。あれ、干渉して刺さらない。干渉している場所を除去してなんとか着きました。あとはGPU ファンを取り付けてなんとか起動しました。無事2台動いてよかった。今回インスティンクト2台を1本 PC に組み込んだ場合いろいろな学びがあったので動画にしました。以上、ゲーミング PC の作成動画を終了します。見ていただきありがとうございました。